すんません。隣、いいか？さっさと食えよ。食わないんなら俺がもらうぜ。ここじゃみんな年中腹減らしてんだ。確か。いつもこれだ。変わるのはクリスマスぐらいだな。あのさ。いおか、よろしく。あの、大豆は139番だから、今日はシャワーじゃない日だよね。そうなのか？そうなんだよ。偶数か奇数かで分かれてて、一日おきになってる。今日は偶数の人がシャワーの日なんだ。奇数の人は洗濯をすることになってる。へぇ。僕も今日はシャワーじゃない日なんだ。大豆は今日来たばかりで洗濯もまだないと思うから、よかったらここのこと案内しようかと思って。いいのか？うん、僕も洗濯が溜まってるわけじゃないから。助かるよ。俺ここのことまだ全然わからなくて。うん。何？なんでもないよ。じゃあ、行こうか。あ。肝心なところ？うん。自分の独房の場所、わかる？あ、そういえば聞いてないや。そうでしょ？僕もここに来た時に教えてもらえなくて、どうしようかと思ったんだ。案内するよ。確か139番だよね。慣れるまでは迷いそうだな。同じ眺めだからね。時々迷ってる人見かけるよ。ほら、こっちをまっすぐに行くと139番があるんだ。この奥か。そういえば、イオの独房はどこなんだ？僕はこっち。
どうしたんだ？別に、どうもしないけど。この先が、僕の独房だよ。寄ってかない？え？なんだよ！騒ぐと痛い目に遭うぜ。ジョーさん、何の真似だよ。いや、ご苦労だったな。ごめん。ついでだ、そいつも捕まえとけよ。なんだよ。怖い顔するなって。せっかくみんなでお前の歓迎パーティーをしてやろうっていうのに。なあみんな。見るなだとよ。見ているより早くやってくれってか。やだ。さて、ガイズを歓迎してみんなで可愛がってやろうか。おとなしくしてろ。お前ら、好きにしていいぜ。よう、早速捕まったらしいな。うるさい！悪い。バカにするつもりじゃなかったんだ。うせえんだよ、おっさん。おっさんはひどいな。まあ、坊やから見たらおっさんかもしれないけど、一応エヴァって名前があるんだ。名前で呼んでくれ。おっさん、
用がないんならあっち行けよ。おっと、ほっとけよ。ああ、はいはい。ついてくんな。そんなに怖がるなって。俺はあいにく坊やみたいなお子様には興味なくてね。坊やの139番もこっちだけど、俺の独房もこっちなの。っていうか坊や、名前は？やれやれ、そんなに用心深いのなんでついてくかな。デューラに散々やられたばかりだって。うるさいな、さっさとあっち行けよ。だから俺もこっちなの。さっきも言ったけど、物覚えの悪い坊やだな。俺は坊やじゃない、ダイズって言うんだ。あ、坊やの139番はそっちだよ。俺はこっちだけど。申し訳ありませんでした。申し訳ありませんでした。お許しください。失礼します。何やってるんだか。げっ、隣かよ。
新入りか。ママが恋しくて泣くんじゃねえぞ。うるせえからな。114番、うるせえぞ。さっさとしねえと監視にひん向かれるぞ。おはよう。君は昨日ここに来た子だよね。私はバルイーダ。よろしく。本当は昨日挨拶するべきだったんだろうけど、出会えなくて。隣だから私にできることがあれば遠慮なく声をかけてください。どうしました？あのさ、あんた、やばい病気じゃねえの？え？ああ、昨日のことだね。ごめん。ちょっと考え事をしていたものだから、驚かせるつもりはなかったんだね。考え事ね。君の名前を聞いていいかな？あ、俺、ガイズ。これから朝飯だろ？さっさと行こっと。俺さっきから腹が減って腹が減って。おう、坊主。朝から元気だな。あ、おはようございます。これでもう少し量が多ければな。なんだ。ああ、何やってんだか。おい、
お前何やってんだよ。ごめんなさい。お前、わざと落としたんだろ？そんな。俺に床に落とした飯を食えっていうのか？どうしてくれんだよ、おい。僕の？それは当たり前だ。お前が落としたんだからな。まさかそれで済ませようって言うんじゃないだろうな。そうだな。そこで裸になってそいつを食ってもらおうか。さっさとしろ。でも、さっさとしろって言ってんだよ。俺に逆らうのか？ごめんなさい。脱ぎます。さっさと言う通りにすればいいんだ。もう一回殴られたいのか？くそ。お前な、またやられてんのかよ。泣くな。いつまでも泣いてると監視に殴られるぞ。ほら。男は簡単に謝るなって言っただろ。よ、坊や、飯は終わったのか？どうしたんだよ。そういうことか。じゃあ坊やだってついていくよな。ジョゼのやつ賢くなったじゃないか。なんだよ。いいよ、服着たらガイズに謝っとけ。こいつは話せばわかるやつだから大丈夫だ。俺も一緒に行ってやるから。昨日はごめんなさい。騙すつもりはなかったわけじゃないけど、ごめんなさい。
もういいよ。どうせジョゼに命令されたんだろ。お前、ジョゼの言いなりだもんな。ごめんなさい。もういいって。終わったことだし。だろ？こいつは話したらわかるいいやつだって。それに俺も悪かった。ジョゼについていったものと思っていたからバカにするようなこと言っちまったな。よくわかんない人だよな。口は悪いけど。朝から浮かない顔してんな。俺チーズ好きなんだよな。食わねえならくれよ。あ、おい、何してんだよ。チッ。いいだろ。俺はあんたよりでかい分たくさん食わないとな。でかいやつはこれ以上大きくなる必要ないんだからいいんだよ。俺はその点まだまだ大きくなる予定だからな。なあ、俺と友達になろうぜ。冗談。俺はそういう趣味ないね。まあいいさ。どうせしばらくは朝も夜も一緒に暮らすんだからな。坊主、面会だ。さっさと来い。面会だ。あんたは？挨拶だな。お前の弁護士のルスカだよ。裁判所で演説をぶってやっただろう。俺の名演説のおかげでお前は終身刑だっていうのに。何の用？あんたのおふくろさんに雇われたんでね。うめえ。おい坊主、このことは監修には内緒だぞ。で、あんた何しに来たわけ？まさか酒が飲めなくなった俺に見せびらかしに来たんじゃないだろうな。それだったら殴ってやる。おいおい、ここで喧嘩なんかしたら一発で懲罰棒だぞ。懲罰棒は辛いぞ。座ったきり少しも動けなくて、本当か嘘か知らないけど小便も垂れ流しなんだって聞いたぞ。そんなところに入れられたらきっと気が狂うぜ。家族からの手紙だ。お前、字は読めるよな。
なら読んでもらえばわかると思うが、お前の家族はこの町を出る。え、なんだって？この町じゃ暮らしていけないのさ。小さな町じゃないけど、お前が殺人犯だってことは知れ渡ってる。最近の新聞は節操がないからな。一部の新聞じゃあることないこと書き立てて。お前の私生活はもちろん、家族のことも何もかも面白おかしく暴露してるよ。そのせいで、お前が逮捕されてから、家族は仕事も打ち切られ、家にも随分嫌がらせされているそうだ。だからこの街を出るらしい。そんな。だから、お袋さんが俺に泣きついてきたんだ。バカにしてやがれ。俺は弁護士だぞ。教会の慈善家じゃねえんだ。まあ、俺が暇なのは事実だからな。会いに行ってやることにした。ただし、俺が来るのは12回だけだ。どういうことだよ。事前事業じゃないんだね。お前のお袋さんが持ってきた金から計算したんだ。どうせ再審するわけでなし、そんなたびたび来る必要もないだろう。まあ、3ヶ月に1回ぐらいは来てやら。菓子ぐらいは差し入れてやるから感謝しろ。最新って？お前には関係ない言葉だよ。いいから教えろよ！新しい証拠を揃えて、俺は無実ですって裁判所に訴え出ることだ。まあ、よっぽどすごい証拠でもない限り無理な話さ。人間は諦めが肝心さ。ここでの生活で一番大事なことだろうから、よく覚えておくんだな。くしょ、俺は無実だ。俺は殺してない。誰が信じてくれなくても、俺が言っていることが本当なんだ。ここに入れられた奴は、みんなそう言うよ。じゃあ、3ヶ月後に会おう。元気でな。おい、作業の時間だ。働かない奴に食わせる飯はないからな。お前の仕事はここで靴を作る仕事だ。いいか、ノルマは一日でこの箱一箱だ。最初だから少なめにしといてやるが、サボったらただじゃ置かないからな。靴を作れって、俺そんなことしたことないんだけど。あのさ、何？用意しといてくれたのか？エヴァが教えてやれって。まあいいさ、教えてくれよ。お前、元は靴屋か？え？誰が？僕？違うよ。うまいな。そうかな。あ、でも、すぐ、
上手くなるよ。行きやがったと思ったら朝っぱらから酒飲みやがって、何考えてんだ。それはいけないよね。だろ。でさ、てめえら何サボってやがる。ごめんなさい。